あけみさんの T シャツ。ストーリー、なゆきゆうへい。出演、地引き号。俺は画家になる。あの1977年の夏、そう思っていた。学校の美術部なんかしょうがない。絵を描くのに先輩後輩とか何にも関係ない。高校1年から地元の画家のアトリエに通った。画家っていうのは変人が多いけれど、その先生はサメに狂っていた。絵のモチーフは釣り上げられてのたうち回るサメばかり。でも血しぶきが飛び、生臭そうな絵はあまり人気がなかった。生活のために先生は女性のヌードを描いて売ったり、俺のような生徒から月謝を取っていた。アトリエは自由なのが気に入っていた。先生は放任主義で、放課後や日曜に行きたいだけ行って好きなだけ描いた。夏休みになって東京から大学生のあけみさんがアトリエに来た。ヌードモデルのアルバイトをするためだった。あけみさんは体にぴったりの派手な T シャツをよく着ていた。サイケデリックなレインボーの柄が複雑に入り組んで、まるで七色の液体が流れているようにぬるぬる動いて見えた。あけみさんの内臓もこんな風に動いているのだろうか。あけみさんを描きたい、描きたい、描きたい。けれど、あけみさんは先生が雇ったモデルだった。夏休みの終わりが近づいていた。ある日、いつもより早くアトリエに行くと、グレーのガウンを羽織って休憩中のあけみさんがナイフで梨を剥いていた。俺は本心をぶつけてみた。あけみさん。ん？あけみさんをすごく描きたい。お願いします。あけみさんはナイフを止め、まっすぐ俺を見ていった。お金はあるの？モデル料。あまりないです。お金がいるの？私。いくらだろうと俺は考えていた。結局、あけみさんは後払いの2万円で許してくれた。それから5日間ほど、先生のためのモデルの時間が終わってから、あけみさんは僕にじっと見つめられることになった。夕方になると、西日がさして、少しオレンジがかるあけみさん。うまく描けたかどうかはわからない。でも、描きたくて描きたくて仕方ないものを描けている。という全能感を生まれて初めて知った。無我夢中で、すごく綺麗な時間に感じた。ここのバイトが終わったらね、成田に行くんだ。あけみさんの言葉の意味は16歳の俺でもすぐ分かった。あけみさんは成田空港建設の反対運動に行った。警察や機動隊との激しい闘争の中に行った。
明美さんはいなくなり、俺はただのやじ馬になった。テレビニュースが映す反対派学生のデモ、集会、逮捕連行される映像、そのテレビ画面の中にあのサイケデリックなレインボー柄の T シャツが映らないか目を凝らしているだけだった。